ジャコバイトの旗ジャコバイト王位継承者の一覧では、1688年の名誉革命によって、グレートブリテン島を追われた、ジェームズ2世及び7世王とその後継者、及びその支持者が主張した、イングランド及びスコットランドの名目的な王位の継承者を列挙する。ジェームズとその後継者たちに対する乾杯時の派生は、海の彼方の王であった。ただし、ヘンリー9世の死後以降、 ジャコバイト王位の相続人は誰も実際にイングランド及びスコットランド王位を請求せず、自らの紋章にイングランドとスコットランドの国章を組み込むこともしていない。王位請求権はサボイブレスケを経てバイエルン国王の末裔であるウィッテルズバック家あるいはバーボン家へ移った。名誉革命以後もイングランド、スコットランド、アイルランド及びフランスの王たることを主張した。 サルデーニャ王、カルロエマヌエール4世は、チャールズ1世の末娘、ヘンリエッタ・アンの末裔だった。ヘンリエッタ・アンの娘、アンヌ・マリーが、サルデーニャ王、ビットーリオ・アメデオを2世と結婚しており、夫妻の男系の着想尊が、カルロエマヌエール4世である。マックス・エマヌエル・インババリア・バイエルン公、フランシス2世の弟。ソフィア・エリザベス・インババリア・リヒテンシュタイン公、聖子夫人。 マックス・エマヌエルの長女、ジョゼフ・ウェンゼル・オブリクテンスタイン・リヒテンシュタイン候補、ソフィエの長男、ロンドン生まれであり、ジェームズ三世、8世が1688年に生まれて、以来のグレートブリテン島内で誕生したジャコバイト王位継承者となる。メアリー三世、二世の祝鉄婚により生まれたフランシス・ファーディナンドが王位請求権を持っていないと考える一派は、 メアリー3世、2世の妹マリーア・テレーザをメアリー4世、3世として衰退した。ありがとうございます。